セイが新曲を4ヶ月連続でリリースしていくことを発表した。2月18日、東京、キロメートルパラダイスホールで開催する、K ライブ2024-174公演を皮切りに、5月26日まで4ヶ月連続で、マンスリーライブを同会場で開催することが、すでに発表されていた、K。この度ライブだけではなく、リリースの方でも新たな挑戦として、マンスリーライブに合わせて、新曲を4ヶ月連続でリリースしていくことに。バロック時代も含め、ケイが4ヶ月連続で新曲をリリースするのは、今回が初めてとなる。まず2月18日公演に合わせ、4ヶ月連続リリースの第1弾作品となる新譜、レディブルーを発売する。本作もこれまで同様、作詞、作曲、編曲はもちろん、ミックス、マスタリングまで本人がトータルプロデュースを行っている。さらにこちらのレディブルーはライブ開催日、会場において CD ではなくカセットテープで販売されることが決定した。ネオン風のタイトル文字、大都会の夜景など、リバイバルブームに沸いたシティポップをオマージュしたようなアートワーク、カセットのラベルに至るまで、K というアーティストを新たな解釈で楽しめる斬新なアイテムとなっている。2月29日からは、レディーブルーデジタル配信も実施される。3月17日に、同場所で行われる、次回の公演、K-LIVE2024-178 でも、第2弾の新曲も、発売となるかもしれない。現在、K-LIVE2024-178、公演のチケットの詳細も決定している。写真、バタタカオ、タタタカオ、アートワーク、マサゴマサキ、M、マサゴニューシングル。レディブルー2024年2月18日リリース。ライブ会場のみて販売。レディブルーハイレゾ音源ダウンロード。QR コード付きオリジナルカード封入。DL 有効期限あり。完全生産限定版。カセットテープ K-0023300円。タックスイン1。レディブルーデジタル。2024年2月29日リリースダウンロード。ストリーミング1、レティブルー、K-LIVE2024、黒いやや小さい、30、サポートメンバーズ、ベース高松博士、ザ・ノーベンバーズ、プチブラバンソンドラムズ植木立蔵チケット料金、エーススタンディング、12,000円、税込み、特典付、エーススタンディング、6,500円、税込みドリンク代別途必要、来場者全員に、オリジナルピクチャーチケットプレゼント、S 席特典会場リハーサル見学、15時15分から15分程度を予定、特製 VIP パスドリンク代別途必要、未就学児童入場不可、小学生は要保護者同伴、有料、スタンダード会員選考、抽選受付期間、2、15木曜日12時に、20火曜日21時全席集結受付、枚数制限、1人2枚までスマチケ発券のみ、非会員の方、上記受付期間内に、シナジー、プレミアム、スタンダードへご入会いただきますと、チケット先行受付、抽選にお申し込みいただけます。https://kei-officiial.bitfan.it/content/menu/62030